イナル高松45分日本賞を行います。アホな230番のバディーロバーツ、フリーバーズの知恵袋という評判、バディーロバーツ。260番のハーリーライセイ、さあお待たせしました、ミスタープロレス NWA の最大の切り札です、ハーリーレイ。初めて日本陣営に入閣いたしました、黒い瞳黒い目黒い髪黒ひょうリッキー・スティンボート、 TWF ヘビー級王者ジャイアント馬場です。まあ、いずれにしてもね、まあ、セントルイスはもちろんですがね、もう今全米でねレスリングが展開されてるわけでね、はい、このハリーレースの場合はその一方のリーダーとしてですね、もう本当にハードスケジュールをこなしてますね。なるほど。まあ、それと同時に先ほどお話があった世界ヘビー級王座への返り咲き、はい、これもね、しかしライバルがたくさんいますんでね。なるほどね、はい、さあバディ・ロバーツとリッキー・スティンボートの一騎打ち、両選手黒いトランクスを身につけております。黒い瞳黒い髪黒い口ひげ、これがリッキー・スティンボート、金髪にペイントレスラー、これがバディ・ロバーツです。今日のレースはね、非常にバディレース外ですね、積極的ですね、はい、リッキー・スティンボートを捉えて再び脳線不意打ちの体勢に行きました。これは場外です、場外です。リッキー・スティンボートを完全に潰す作戦に出ました。やる気満々のハーリー・レイ、ジャイアント馬場が抗議。リング上はバディ・ロバーツがいます。勝負の権利のあるのはバディ・ロバーツでありますが、エプロンにすかさず降りましたハーリー・レイズが、リッキー・スティンボートに脳天食い打ちをかませたところであります、うん、やっぱりね、ちょっとリッキーのダメージがね大きいようですね。体小さいですからね、はい、体がねぐらついてますね、はい、今度はロープ越しのブレンバスターの体勢、バディ・ロバーツ思い切って、わっとすごいブレンバスター、バディ・ロバーツがかませました。そのまま抑え込みに行きます、体固め、今度は膝を合わせて首のあたりにこの膝をめり込ませます。非常に巧妙な罠にかかりそうですね、うん、これはねやっぱり一種のチョーク状態になってますね、さあリッキー・スティンボーともう全身を利しまして暴れ回ってこれから逃れようとするところ、罠にはかかりません。今度はハリーレースのパンチが待っていた、強烈カウンターで当たります。さすがにね、たまりかねて馬場選手がカマンリッキーという号令を出してますね、はい、耳に届いているかどうか。リッキー・スティンボート、このシリーズ日本陣営で大活躍、なんとかこの辺りジャイアント馬場に渡したいところ、相手は大物ハリーレースが登場してまいりました。ハリーレースの NWA 世界王者、初めの返り咲きの可能性は山田さんどうですか。そうですね、あの実力的にはね申し分ないものを持ってるんですが、はい、一番のポイントはねライバルが多いということですね、まあ、あの彼だけにチャンスが、ま、あの回ってくるわけじゃないですからね、はい、いわゆるブルーザーブロディなんかもね、まあ、しきりにね狙いをつけてますからね、はあ、そういった意味ではね、ダイビングヘッドバットを見せました。そういった意味ではなかなか険しい道ではありますね。なるほどね、はい、しかし、まあ、根性の男ですからね。そうなんです、はい、前人未到の記録をもう一回塗り替えてくれるかもしれませんね。そうですね、そのミスタープロレスハリーレース張り切って非常にいい動き、さあカンフーサッポが出た、トップを打った、うん、ルキー・スティンボート、ちょっと膝がもたついてます、はい、ちょっと力がないですね、さあいったチョップ合戦になるか、サイドのヘッドロックロープに飛ばした、待っているか、うまくタイミングを捉えたジャイアントとかの16問、足を取って首固めに抑え込む、どうだ勝負に勝つかリッキー・スティンボート、しかしミスタープロレスハリーレース素晴らしい勘です。相手を跳ねのけました、ブレンバスター膝をグーンと落としました、これは投げられません。反対にブレンバスターバーディカルスープレックス、バーディカルスープレックス、さあそのまま後ろに投げた、勢いがあります、さすがにうまい、この辺り素晴らしい技を展開するハリーレイ、得意なパターンですね。そうですね、非常にあの滞空時間の長いブレンバスターですね。さあ体の小さいリッキー・スティンボーとマットに沈みました、バディ・ロバーツがトップロープから思い切って左のエルボーを打ってまいりました、そしてロープに振る、待ち構えている左、今度はエルボーは失敗、おっとフラングボディアタック、そのまま抑え込んだ、カントが入るがレイスだ、レイスが来ました、相当空中殺法、立体殺法を出してきた、満開の黒ひょう、いい動き、さあこの後どういうフィニッシュに持っていくか、バックを取ったぞ、危ないぞ危ないぞ、おっとバックドロップ1回転コンボを切った、そして今度はバックドロップがいった、そのまま人間鏡、人間鏡をかけた、あっとハリーレース、いつの間にかそばにいます、
いいタックドアップを見せました。しかしハリーレイスコーフォロー、さあしかしバディロバーズ今コードを打ってますので、そうですね、ここは攻めどころ、ジャイアンツボールとハリーレイス、ライバル同士がやり合います。日米の対決、さあウィッキー・シンボーとバディロバーズを捉えてコーナーに落ちた。さあジャイアンツボールが16番でハリーレイスを、ハリーレイスを外に送った。さあ対角線上、ジャイアンツボールのチョップが待っていた。素晴らしいコンビネーション、ババとリッキー・シンボーと、さあリッキー・シンボーとが反対側のトップロープに上がっているぞ。そして思い切ってダイビングボディープレス、ダイビングボディープレス、このまま体固め、これは決まりそうだ。韓国リッチ素晴らしい呼吸を見せました。ババとリッキー・シンボーと最後とどめはリッキー・シンボーとが、どうですか山田さん、リングの中央まで5メートルぐらいは飛びましたね。そうですね、まあこの試合ね、リッキー・シンボーとの頑張り、それからですね馬場選手のゴーフォロー、非常にいいコンビネーションワークだったですね。いや素晴らしい呼吸を見せました。ジャイアンツボーとリッキー・シンボーと、まあ、母の国が日本であるために日本人で戦いたいと言っておりましたリッキー・シンボーと、いいこのパートナーに恵まれただけに、特にリッキー・シンボーとの動きが鮮やかでしたね。そうですね、勝負は13分飛んで5秒、ジャイアンツボーはリッキー・シンボーと組がこのミスタープロレスのチーム、ハリー・レイス、バディ・ロバーツチームを打ち破った一戦でございました。